はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。でも、どうした？なんか機嫌いいね、マリノス。あんま調子良くないの。信じて喜び抱きしめよ、Living Wonderful。何それ？往年のリーブ21だったの。へへ、ノーモー、ハチンソン無用じゃないんだよ。ハチンソン無用じゃないですよ。すいません、すいません、すいません。信じてハッチンソン信用。信じよう、ハッチンソンものと残り5節か？もう信じるしかねえよ、ハッチンソンを。ということでね、3投対3戦 ACL が終わりまして、そちらのレビューの方、もう振り返りの方ですね、行っていければと思います。まあ、DJ トムさんもこの試合見ていたかと思うんですが、いかがでしたか？こちらの試合はですね、スタメンからちょっと見ていきますか。スタメンがね、結構特殊なスタメンだったので、そのあたりもですね、ちょっと見ていければと思います。キーパーは飯倉選手で、右から小池、あ、ごめんなさい、小池隆太選手じゃないか。右から加藤蓮選手、上島選手、エドゥアルド選手、加藤ひじ選手で、ボランチに小池隆太選手が入って、山根陸選手、で、トップ下に上中崎選手で、井上健太選手、ヤンマテウス、アンデルソン・ロペスの3枚だったと。まあ、この3枚で、マリノス臨んでいたわけですが、どうですか、この小池隆太選手の、ボランチの起用。これは、DJ トムさん、いかがでしたか？いや、完全にハッチンソン監督のアレンジですね。完全にハッチンソン監督のアレンジで、だったですが、やっぱりでも小池隆太選手は、まあ、サッカー上手いので、なんとなく、できてますよね、ボランチも普通に。まあ、そうですけど、なんか小池隆太選手一番良かった時のやっぱサイドバックからあの位置取ってね、ポゼッションするっていうのが一番いい感じです。まあ、小池隆太選手はやっぱサイドバックの選手ですよね。まあ結論。まあ、適正っていうところを考えると、ちょっと、なんか、あそこからスタートっていうのは考えづらいのかなって。なんでハッチンさんもよくわからないですよね。なんであそこ、小池隆太選手ボランチで使ったのか。普通に右にね、小池隆太選手入れて、まあ左加藤蓮選手、加藤ひじり選手でいいんじゃないかなと思いますし、まあ順がね、まあリーグ戦というところも鑑みて、まあベンチにしたのかもしれませんが、榊原君とかね、他にもボランチできる選手たくさんいるので、まあ、ここで小池隆太選手を使った意図っていうのをちょっともう、ハッチンソンに直接聞いてみたいですよね。いや、だから、ハッチンソン監督の、なんか序列が多分低いんでしょうね。あの山根選手も、榊原選手も。でしょうね。だから山根選手はまあスタメンで出てるんですけど、やっぱりね、ここのボランチの守備の強度の部分っていうところで、山根選手だったりとか、榊原選手、少し足りてないのかなという印象があるので、そこの守備の強度の部分、このあたりを小池隆太選手に期待していたんですかね、ハッチンソンは。まあ、小池隆太選手、まあなんかそこを求める選手じゃないなという感じですね、ぶっちゃけ。そうですよね。まあ、ぶっちゃけ、そういったところを求め、まあ、そうですね。やっぱりサイドバックでの攻撃参加だったりとか、なんて言うんですか。まあ、守備の、まあ、走れるじゃないですか、小池隆太選手。まあ、そのあたり運動量の部分だったりとか、そういったところをもっと見たいですよね。な、ほんと、小池隆太選手、ボランチ添え、ポゼッションと、類まれなるテクニックをお楽しみくださいって感じですか？ほんと、グランメゾン東京のキムタク風に言うと。へへへへ。待てよ、じゃない。この前グッドラック、ネットフリックスにグッドラック出てきたから久しぶりに見てみたら、ちょ待てよって本当キムタク言ってた。あそこで出たんだと思ゲットラック！って。グッドラックじゃない。ドラえもん。RIP じゃないのよ。たまじいっす。RIP じゃないの。しのぶさん、しのぶさんね。ありがとうございます、本当に。グッドラックじゃないのよ。何の道具でもないやん、それ。キムタケのグッドラックね。あれよかったね、こうやって。何それあのヘルメット。いやいや、それあれじゃん。アルマゲドンやん、それ。それ何片手で運転してるキムタケ、飛行 機。いやいや、それ何聞いてんの ライドンタイ ちょっと待てよ。何ライドンタイム ライドンタイムを下田さんが言ったら音切れちゃってるのよ。声高すぎて。いや、もう音切れてるのよ、最後。
下田さん、三頭体参戦解説してたけど、ちょっと鼻声だったしな。キムタクが、うっキムタクは歌ないのよ。キムタクは歌ないのよ。いや、全然関係、全然関係ないやん。何、何、何。いや、キムスンギュ。キムスンギュすな、柏レイソル戦、前田大然に決められた時のキムスンギュすな。俺、何も悪くないよ。あなたなのよ、悪いのは。あなたなのよ。え？今、マリノスファが、ール、ファール、ファール、みたいなね。今、マはい、リノファスールがも何調も子ない。悪いから、やっぱいい時のことをやっぱ入れていきましょう。いい時のことを思い出しましょう。2020年かな？ 2020 年。2020年かちょっとわかんないですけども、だったレイらソル三対等戦ね。もやっぱ何もないじゃん、得点パターンあれ。三等戦もね、ああれれちはょっといいね。ね。ニアでエドワードすいませんのやつ。そうですね、ニアの、セットプレー非常に良かったですよね。あれは、ヤマテウスのコーナーからニアのね、エドゥに、エドゥを狙って反らして、中の選手が決める。あれいいですよね。あやっれ、ぱりなんヤか一マテウス歩、のコーナ形ー、になってる。あれいい形ですよね。ヤンマテウスのコーナーいいっすね。あ、順よりいいんじゃないですか、あれ。順よりいいんじゃないですか。いや、だから天野純選手が連絡来ましたけど、ゼカ選手がなんか俺のことをめちゃくちゃ評価してくれてる。三頭体山にいたフォワードの、長身フォワードのゼカ選手が天野純選手のこと大好きなんでしたっけ？だいぶなんかめちゃくちゃ大好きで、天野なんかベストプレイヤーみたいな感じで、なんかすごい言ってくるらしいです。直接言ってくれるんだ。言ってくるらしいです、めっちゃ。いい、めっちゃいいね。もともと多分ゼカ選手も韓国でやってて、その時韓に、国のどこにいたんでしたっけ？ポハン。ポハンスティーラーズに。バウンスティーラーズ時代になんかやってて、すごい、なんか多分、なんか、天野選手が純結構こういう、なんか深いじゃないですか。韓あ、国。そうなんですね。なんかいろんな韓国の選手。だから韓国のオールスターズに入ったじゃないですか、トッテナムの。あ、入った。あ、取ってなんて、点決めてましたもんね。だからあの時とかでもやっぱ結構いろんな選手と知り合い多くて。あ、そうなんですね。なんか和気あいあいやってる感じです、多分。で、ゼカが、まあ、そこのプハンから3頭に移籍したんです。あ、そうですね。だから一旦いたんじゃないですか、相手に。ユニ交換したのかしないでしょ。な？ まあね。まあね、で、ほん何と。よ。まあね、まあただめねさ、みたー。まあねー。じゃないんでいすよ。まあ本当にね、得点、1点目はですね、セットプレーからエウベルのそらし、あ、ごめんなさい、エドワルドのそらし、で、アンデルソン・ロペスが決めた、あれは非常に形にずっと前半からなってたので、あれが入ってですね、狙い通りのゴールだったとは思うんですけれども、2点目、来ましたね、ヤン・マテウスのスーパーゴール。いや、だから、あれも形じゃないですもんね、全く。個人。そう。だから本当に、まあ本でも当あれに。はね、宮市がね、サイドで、まあボールキープして、カドレン選手から、ヤンマテウスにボールが渡って、少しは形になってたように見えましたが。いや、なんか、ヤンマってその形ですよ。まあヤンマでそうですね。まあ、だったら決めますよね、多分、あの形から。完全にゾーン入ってましたよね。なので、ね、あとはまあ加藤聖選手とかも何本かアーリークロス入れていて、もう2本目のアーリークロスなんかはすごい良くて、上中選手ね、あれ2本目は決めたかったなっていうシーンがあったりとか、あとはまあクリザン。やっぱり三頭体山で言うとクリザン、あいつ厄介っすね。いや、まあ、厄介というか、まあ、えげつないっすよね。あいつは、やっぱいいっすよね。あいつはやっぱりですね、ユニフォームの着こなし方が中学時代のヤンキーっすよね、クリザン。ちょっと腰パンしてズボンデカめのやつ着るっていうね。わかります？ハーパンちょっとデカめで、ソックスちょっと下げ気味みたいな。腰パンしてるみたいな。もう昔から言ってるから、お前、クリさんじゃん。クリス 言いたいやつ何人かいるな。カメケンと か。明日からこれ言う。この YouTube 見た後の高校生とか中学の部活やらないでください。部活で過ごしてるしなくて。部活でちょっとデカめのハーフパンツ履いて腰パンしたら、お前クリザンじゃんって言ってください。なんか世今の。界的な名プレイヤーでやってる人たちいないそう。あんまいないです。あんまいないです。クリザンっていうか、まあ、今どうなんですかね。今の若い子たちは、ハーパンとかちょっと短めの履いてるイメージあるんですけれども、ああいうなんか腰パンしてる人とかいるんですかね、今時。いや、いるんじゃないですか、さすがに。ああ、さすがにいるんですか。なんか、部活すら出てこない人みたいな。それはクリザンじゃんって言う暇もないわ。クリザンじゃんって言えないじゃん、部活来なかったら。部活すら出ないブランディングしてる 部活出ないで腰パンしてたらただのヤンキーやないかよ。俺、部活ないよ。部活出ないよ。ただの帰宅部やん。
帰宅部にクリザンじゃんって言ってもわかんねえんだよ。え、この三東対三戦の名場面といえば、審判が毎回イエローカード出すときに手こずってた。あれ、これレッド出すのってぐらい、なかなかイエローカード出せなくて。いや、イエローカードがないです。なんかね、インスタのフォロワーさんからのあれ見たけど、高速タンカー隊みたいなの出たんす。高速タンカー隊。結局、高速単価帯の出番ありましたか？なかったですよね。ないんだよ、今回は。そうですよね。なかったと思いますし。あとちょっと、掲示板見てて笑った一言があって、掲示板の、中にですね、ACL の上島本当好きってコメントがあって、ACL の上島本当好きっていうコメントがあって、ちょっと笑いました。確かに ACL の上島いいなと思って。これ面白いですよね、結構。確かに。なんかブーストがかかるっすね。海外組相手というか、海外勢相手だと、上島の良さが最大限発揮されるというか、めちゃくちゃの方がいいですよね。なんかでもあれなんだっすね。オセオセになった時に絶対中国とかの方が点が入るパターン。あ、でも何やね、最後の得点もさ、もうあれ、勝ったわって余裕こいて見てたら、普通に同点になっちゃってびっくりしましたよ、僕。いや、なんか、これでどうなんですか？ポッドキャストの聞いてくれる人たちも気になってるから、今後のスケジュール行きましょう。あの試合は、まあもう終わり。そうですね。まあ、三東対三戦は、まあ、ね、勝ち点3取れたゲームではありましたが、アウェーでこの勝ち点1、取って帰ってこれただけでも非常に、良かったのじゃないかなとは思いますし、まあ、サポーターの方々もね、まあ、90名ぐらい、100名ぐらいの方ですか、アウェーの地に行って、応援されたということで、まあね、勝ちたかった試合ではありましたが、まあ、勝ち点1取れたということは、まあ、合格じゃないですか、この試合は。まあ、どうなんすかね。なんか、アルアインも相当苦しんでるらしいですね。ああ、見ました、僕、アルアイン対アルヒラルの試合見ましたけど、やっぱラヒーめぐいっすよ、あいつ。また PK もらってましたよ。ポッドキャスト見てる人はか、聞いてる人わかんないね、それやっても、ポープがラヒーラ倒したとき。ヒミ恒例の。ラヒーミ恒例の、めちゃくちゃ走って、キーパーの、足引っ掛けられて、PK 取るあれね。で、もうトラウマだからもうやめろ、お前。PK 取ってもらった後、本当に給料が上がった後、サラリーマンぐらいお辞儀しちゃいやいや、あれは宗教上の問題や、お前。あれは宗教上のやつや。問題ではないけど、宗教上のやつや、あれは。年一あるかないかのサラリーマンの方認知あるかないかのサラリーマンじゃないのや、あれは。いや、あれは宗教上のやつや。なの？そうだよ、お前。あれは宗教上のやつや。ということでね、マリノスの、スケジュール、まあ、ACL エリートも、まあ、引き分けたということでね、勝ち点1積み上げられたので、ここからね、しっかりと勝ち上がって、決勝トーナメント行けば、また賞金結構入るみたいなので、マリノス、ACL エリートもね、引き続き続きますので、そちらも、追っていければと思いますが、マリノスのこの過密日程はまだまだ続いていきます。この ACL が終わって、もうすぐ日曜日、10月27日日曜日1時5分から、パナソニックスタジアム吹田でガンバ大阪とのこの非常に重要なマッチ、天皇杯準決勝あります。これは本当に DJ トムさん、この天皇杯だけはもう本当取りたいですね。何が何でも、是が非でも。これ天皇杯恒例の2試合連続地上波でやるやつやりますかね。あ、地上波やるんですか？ NHK で、はい。よくあるあ、天本当で皇すか？杯のベスト4だから、1時からと、その後のやつもやるんじゃないですか。あ、3時からですかね。本当だ、NHK 総合でやるということなので、ダゾーン入られてない方でも見れると。ということで、パナソニックスタジアム行かれる方も多いんじゃないですかね、この試合は。いや、そうじゃないですか。もうな、ここタイトル獲得するんだったら、ここしかないですか。ここじゃないですか。なんか現実、リアリティあるのは。もう本当にハッチンソンもここに全集中振って、もう天皇杯だけ取ってくれよ、もうお役御免っていう感じですよね、本当に。いや、ほんと、この天皇杯取るために、あのバッグの中にいろいろ物詰めて忘れ物ないように リーグ21とかの、パンフレットとかね。謎の表彰。リーグ21で表彰の場面やるな、お前。ポッドキャスト聞きたいの。表彰した人、どこでも、知り合いとかでも会ったことない表彰式やな。もう、もう、バイオメモ用じゃないんだよ。いや、あんた表彰式受けようとして、デンサーヒアのなんか、スポイトみたいなのよくやってるそれ俺や。やつそれで。は俺や。それ誰もわかんないだろ、今ここで言っても。
イアスで、横浜のイアスでめっちゃスポイントをする。あ、一つお知らせございます。横浜のイアスがですね、2025年4月から2026年の7月ぐらいまで休館になるみたいなので、1年以上休館になるみたいなので、横浜にお住まいの皆さんで、横浜スパイアス、愛用されてる方、注意してください。本当、あそこいい場所なのでね、今のうちに行けるだけ行って。案件じゃないですよね。案件ではありません。全く案件ではありませんが、僕とDJ ともこの横浜スパイアスで何度夜を、一夜過ごしたか。夜をね、あそこのいびきが大量には、いびき親父が大量に発生しているあそこの休憩所で、何度ね、僕らもいびきかきながら寝たかということではありますが、まあこういった形でね、ちょっと、なんか、スパイイヤスで、ジュンが2年目ぐらいの時、結構早い段階で、3位書いてたんですよ。あ、スパイイヤスのね、しっかり撤収されてますよ。あ、撤収されてますよ。しっかり、ジュン選手のサインがないですよ。ないんですか、もう。そうです。もうサイン変わったからか？でも、オーナーさん取ってっちゃったんですか。オーナーさんもらって、メルカリ出したか。ね、スパイヤスの上にある、中華料理屋、中華定食屋さんみたいな感じでね。あ、そうですね。あそこに、天野純選手のサインが、の皿が飾ってあったんですけど、もう今はないということで。まあ、マリノスのね、選手だとかも結構、もしかしたら行ってるかもしれないですよね。そうですね。まあ、あそこにもね、天野純選手も行ったことはあって、めちゃくちゃいいって言ってたんで。そう、横浜スパイヤスは本当最高なので、皆さん、僕はもうちょっと遠くなっちゃったのでなかなか行けないんですが、近くの方は、どん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 行っていただいて、休館前にですね、ぜひ足を運んでいただければと思います。で、ね、マリオストークチャンネルを見たで、入館料20%。何もありません。何もないです。金曜日行けば、無料ドリンクチケット、男性の方1枚もらえると思いますので、そちら、この情報を見て、無料でビール飲んでください。ということで、まあ、リーブ21の、表彰式のシーンは概要欄貼っておきます。で、天皇杯でもガンバ戦、ほんとこれはもう是が非でも絶対取りたいですね。なんか今のマリノスだったら多分、まあ、この前ガンバ勝ってたじゃないですか。はい。チーム状態絶対いいじゃないですか。まあ、ガンバはチーム状態間違いなくマリノスに比べたらいいと思います。で、ワンマッチだからいいかもしれないですね、もしかしたら。今のマリノス。いや、ほんと全然あります、全然あります。この、不調の時ですが、逆にこのマリノスからしたらほんとここ取らないと、今シーズン何も残らないぞっていう選手は持ってると思いますので、この準決勝の死に物狂いでですね、勝ちに行くと思いますし、サポーターもたくさんですね、ツイッターに足を運ぶのかなとは思いますので、ハッチンソンも本当にバッグの中にたくさんですね、戦略書を詰め込んでいただいたりとか、いろんなものを詰め込んで、何が何でもいいので、PK でもいいから、もう内容は本当、この試合は何でもいいから、結果だけ欲しいですよね。ただ、ガンバ、ウェルトン選手が、昨日の試合、ベンチに入ってないんですよ。あ、入ってないですか？もうめちゃくちゃゆっくり休んでる。あ、怪我じゃなくて普通にターンオーバー？ターンオーバーの可能性ありますね。いや、怖いなぁ。まあ、ウェルトン選手本当に怖いので、あとはもう宇佐美選手もね、今シーズン調子いいですし、一森もやばいらしいですからね、今シーズン、ガンバで。いや、だから、これ、ガンバね。まあ、ここは勝ってほしいですよね。ここだから多分、今年の肝じゃないですか。いや、もう本当今シーズンの、もうここは最大の目玉、注目試合になってくるかなと思いますので。ビッグマッチ、久しぶりのビッグマッチですか？このチャンネルも。久しぶりのビッグマッチ、頂上決戦。ACL、決勝ぶりの、これは、重要な試合になってくると思います。なのでね、全力で応援したいですし、相手も結構マリノスゆかりのある選手も何名かいらっしゃるので、一森とか山田浩太選手とかね。山田浩太選手も再びこのガンバで、まあ、レイソルもでも輝いてましたが、結構いい働きぶりみたいですね。まあ、そうですけど、まあ、なんといってもやっぱ宇佐美選手は今日もう本当に気をつけたいですよね。気をつけたいので、まあね、本当中国のアウェイからもう帰ってきてるみたいなので、コンディション調整してもらって、天野純選手、我らがと、準レギュラーの天野純選手はスタメンから出てくるんじゃないですか、この試合は。そうですね、もうなんとしても、ほんとここだよ。ほんとここだよ、伝えて。ほんと気持ち高おりますので。で、ほんとここだよ、お前って。そうです、ほんと言っといてください、レジェンドものから。ほんとに。また散々パラ僕の方が叩くんでしょうけど。誰が叩くねん。誰も興味ねえよ、お前のこと。いや、リーブ21の表彰式っつった。それは本当に。何の履歴書にも書けない表彰式。なんで書けるよ。噛み合いました。それは、どうでもいいんですけれども。
で、その次にね、浦和レッズ戦すぐにやってまいります。で、DJ とも昨日、レッズ対柏レイソルの試合を見ていて、まあなんと辛くもですね、浦和レッズがチアゴ・サンタナの PK で勝利を収めたということで、勝ち点がマリノスとレッズで並んだわけですが、昨日の試合を見ていて、レッズなんか点あんま入る気しねえな、みたいな感じで、DJ トムさん言っていたんですけれども、やっぱりあまりチーム状態は良くなさそうでした。いや、良くないですよね、多分。でも、攻撃のパターンはないっていうのは、マリノスもレッツも同じですから。もしかしたらまた、新潟戦みたいな膠着状態の試合になる可能性もある。膠着状態全然ありますね。日曜日やって、水曜日ですか？レッツ戦日は。曜日やってすぐ水曜日で日産ですね。いやー、どうなんですかね。なんか膠着状態が予想されますけど。まあ、お互いあまりチーム状態が良くないということで、まあ、マリノスとしてはこの天皇杯の準決勝、まあ、ここで勝てるかどうか負けるか、勝てるか、まあ、このあたりで、かなりこの水曜日の試合へのモチベーションも変わってくるんじゃないですか。いやー、やっぱりね、選手もね、なんといってもまあ、普通人間なんでね、モチベーション、やっぱり、あーってなりましたね、さすがに。そうですよね。まあ、選手も、モチベーション保つのが難しいですし、少し、天皇杯もね、タイトル獲得の望みが消えてしまって、まあ、ここで降格争いになるとまた、そういったところでなかなか水曜のレッズ戦のモチベーションもね、なかなか持っていくことも難しいですし、まあプロなので、まあそのあたりは全然、まあ、心配してないですけども、どうしてもやっぱり人間なのでね、まあそこは、まあ気持ち高めて、その水曜日の試合に持っていくことは難しいと思うので、本当にこのガンバ戦はそういった意味でも非常に重要な試合になってきますね。そうですね。ガンバ戦はマジで重要っすよね。これ。うわぁ、ワンマッチっていうのがいいかもしれないですね。本当に。そうですね。本当一発勝負っていうところが、まあ、勝今敗がの。決するっていうことがですね、この試合の非常にいいところですし、まあ、マリノスも、まあ、この天皇杯取れれば ACL も来年も、まあ、出場できますから、まあ、そういった意味も込めて、で、僕らも決勝行きたいです。決勝、久しぶりの決勝に、また見に行きたいですよね、ACL ぶりの。深みを持たせてますね。行きたいですね。行きたいですので、僕らをぜひ、マリノスの選手の皆さん、国立へ連れて行っていただければと思いますし、まあ、ガンバ戦の前には僕らね、またコラボ決定いたしました。横浜マリノス大好き芸人の方とのコラボがですね、決定いたしましたので、皆様、そのあたりも楽しみにお待ちいただければと思いますので、芸人ですか？芸人ですか？芸人の方とね、なんとかコラボ、なんとかですね、コラボ申請を出して、オファーして。オファーして交渉に交渉を重ねて、出演を勝ち取りましたので、皆様ね、そのあたりも含めて なん楽か、しみに。地上波とかによく出られてて、なんか忙しそうな方なんじゃないですか？多分、それ。それはちょっとわからない。本人に聞いてみないと、ちょっとそれはわからないので、変なことは言えないんですけれども、まあね、その方のことも、そこのプレビューの部分でどん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 深掘りをして、まあどういう感じで、ガンバ戦が展望されていくのかとか、そういうプレビューも含めて、いや、面白おかしく、マリノストークチャンネルらしくです。発信していければと思いますので、引き続きチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうしよう。